じゃあいいや、はい、あそことそこだけ閉めておいてもらえれば、はい、こっちはいらない、はい、じゃあはい、ありがとうございます。そうですね。はい。マークもね。こんにちは。あ、こんにちは。土地屋さんですか。はい。土地屋さん。土地屋。あと和紙猫とかの和紙の和物です、ね。別に提灯ってわけではない。そうですね。まあ、LED かな。そうですね。LED のライト入れればね。そうですね。これ入れてお渡しするときはこれで。夜はね。そうです。夜はで竹の持ち手があるんで。なるほど。はい。あ、持ち手まであるのね。持ち手まで。すごい。ありがとうございます。あ、なんてお店なんですか。手作り屋 CMI です。これからまで。あ、これだ。はい。じゃーん。今日は販売です。販売ですね。わし猫ちゃんと。はい、これが一番のおすすめなので。和紙をすいてるわけではないんですか。はい、あの粘土でまずフリーハンドで型を作って、そこに切った和紙を貼っていく形になります。はいはいはい。和紙ならではの柔らかい感じが出てるのでよろしかったらどうぞ。手編みレースのアクセサリー、手で編んだんですね。あ、これはイヤリングに見えるんですけど、もしかしてこのちっちゃいやつ手で編んだんですか。素晴らしい、卑怯ですね。ルカです、よろしくお願いします。こんにちは。手編みはどうですかね。おじさんはやらないんですか。僕はさすがに見えません。はい、さすが。編んでるとこやってても糸があるかないかわかんないぐらいなんで。今日はまあ主にこの手編みの他にどんなことが。あとはですね、はい、着物をバラして作り、はい、リメイクしたサルエルパンツですね、はい。何をリメイクしたんですか。これあの古い着物をバラして、はい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 、で一回縫い直したんです。あ、こんにちは。取らせてください。まあ、まだ全然出てないです。あ、そうですね。これが今準備してる最中ですね。はい。はい、じゃ手を満たしながら。今日はどんな販売なんでしょうか。小銀出しと手織りのストールとかですね。手織りの。手織りのものです。あ、これ折ってあるんですね、これ。これは刺してあります。あ、これは刺して。手が折ってあります。おお。一部使われてるってことですかね。そうです、そうです。なるほど。これは何、アイスクリームなんですか、これ。あ、どれですか。溶けないアイスっていうのは。溶けないアイス、これ、これです。あの、くずバーって言って、はいはいはい、くずでできてるので、はい、溶けない。すごい。溶けないってか、溶けてなくなることがない。ないってことだよね。あ、なるほど。溶けても美味しいよってことだよね。あの、溶けてもちょうどいい感じの。まあ、羊羹を冷やしたようなもんだよね。そう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 。羊羹っていうか、まあ、ゼリーというか。はい、ゼリー。あー、なるほど。これは何ですか。これは琥珀糖で。お砂糖なんだ。と寒天でできてる。じゃあ、ブヨブヨした感じ。で、シャリシャリして。シャリシャリ。シャリシャリ。なるほど。あの、今日だけその色で。ちなみに、お店のお名前。あ、市川製菓です。市川製菓です。市川製菓さん、はい、今日もこれからも頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。ま、今日はワインです。どちらから来られたんでしょうか。千曲市の八幡から、はいはいはい、来ました。なんかすぐそこです。ここを下ったところ、千曲市第1号というやつですね。そうです、ワイナリーです。何種類ぐらいあるんですか。今日ボトルは7種類。7種類で、グラス販売が3種類やってます。ぶどう畑も持ってます。ぶどう畑もこの下のワイナリーの横にありますし、あとそれ以外に2カ所、大田原と倉科のところにあります。お店のお名前もう一度お願いします。イルフェボーです。イルフェボー。あ、これ、はい、お店の名前だったんですね。はい、ワイナリーです。ありがとうございます。はい、こんにちは。知ってますよ。あ、こんにちは。何屋さんですか今日は。今日も焼き鳥です。焼き鳥。一番ありがたいですね。誰も映ってI'm sorry.
今日は初めてこちらの場所をお借りして、おばすての納涼祭りをしたいと思います。昨今あの夏祭りがない中あのこのような場所でなんと今日は矢倉も飛び高さんに立てていただきましたのでこの周りで、盆踊りならぬ、盆ダンスを皆さんと輪になってやれたらなと思っています。今日一日みんなで楽しんでまいりましょう。よろしくお願いします。The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? So, yeah, yesterday.幸せなんてそれでいいやそれがいいやそのぐらいでいいやそのぐらいがいいや蔵島太郎さんの伊予釣り竿に竿に浸り伊予釣り竿がお目に留まれば元へと返す周り煙突のあったかいのでさぞやお月さん煙高さの酔いよ皆さん今日は本当にありがとうございました。初めての場所で
おばして納涼祭ができたこと、この素晴らしいあの天気の好天気もありましたけれども、虹が出て、そして今とても静かな善光寺平が見渡せています。この千曲市でこの夜景を見ながら皆さんと踊れたこと、私の中でもとても思い出になりました。またもし来年よろしければまたお付き合いください。今日はありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット総局と申します。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、一言感想をお願いします。そうですね、この善光寺平が見渡せる、はい、バステの、日本遺産センターの前で、はい、ボンダンスをみんなで踊れたのがとても良かったです。雨で晴れて虹が出て、そして最高の夜景が見えて、とても絵になる夏の納涼祭になったと思います。まあ、第1回ということで、はいろいろ前もって準備されてきたと思うんですけども、はい、大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、新しい場所っていうのはどうしても未知の世界があって、あと自分のねエネルギーと、うん、はい、そういうところで大変なこともありましたけども、おかげさまで素敵な場所でさせていただいて感謝です。まあ、今後どんな風にこうやっていこうという予定があるんでしょうか。ですね、こちらの楽一楽座の出張版でしたので、季節ごとで素敵な場所で楽座ができたらなと思ってます。まあ、今後その、まあこういったボーンダンスっていうんですかね、はい、どんな風にこうやっていこうと思ってるんでしょうか。はい、まあ、お盆の時期じゃなくても、はい、和踊りって言って何か中心なものがあって、そこをみんなで輪を組んで踊っていくっていうのはとても素敵だなと思って、お年寄りの方からお子さんまで輪になっている姿がとても良かったと思いますので、こういった催しコロナではありますけれども、はい、終わったらみんなで踊りたいなと思ってます。ぜひ夢や希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。